最近では食べ合わせのことをフードペアリングなどと言いますが、普段皆さんが飲んでいるコーヒーにも食べ合わせによって体に様々な影響があります。中にはコーヒーとの組み合わせで体に良い効果をもたらすものもあれば、体に不調を感じたりする食べ物もあります。そこで今回の動画では、気になるコーヒーと食べ物の相性について詳しくご説明していきます。意外と知らない雑学、コーヒーとの食べ合わせが良い食品、悪い食品、コーヒーとの食べ合わせが体に良いもの。1. バナナ。コーヒーショップでバナナが売られていることもあるように、コーヒーとバナナの食べ合わせは良い組み合わせです。バナナは糖質、ビタミン、カルシウム、ポリフェノールが含まれる高栄養な炭水化物食品です。コーヒーの成分としてカフェインが含まれていますが、空腹時にカフェインを摂ると頭痛や腹痛がすることがあります。しかし、栄養価が高いバナナと一緒にコーヒーを飲むことによって、バナナが血糖値のバランスを整え、コーヒーのカフェインが及ぼす作用を防ぐ効果があります。2. スイカ。少し意外に思われるかもしれませんが、スイカとコーヒーの食べ合わせも良い組み合わせです。コーヒーには利尿作用がありますが、スイカにも利尿作用があります。2つの相乗効果で利尿作用が高まり、腎臓病の予防に効果があると言われています。3. ミント。コーヒーの成分に含まれるポリフェノールには抗酸化作用があり、ミントにもポリフェノールの一種であるフラボノイドが含まれます。このフラボノイドも抗酸化作用があり、細胞の老化を予防する効果が期待できます。4. ブドウ。コーヒーの成分に含まれるポリフェノールと同様に、ブドウにもポリフェノールが含まれます。ポリフェノールの相乗効果で強い抗酸化作用が期待できます。コーヒーとの食べ合わせが体に悪いもの。1. レモン。コーヒーにレモンを入れる人はあまりいないと思いますが、コーヒーとレモンの食べ合わせは悪いとされています。輸入レモンなどには防カビ剤が使用されており、この防カビ剤がレモンに残留している場合があります。この防カビ剤とコーヒーのカフェインが混ざると、発がん性物質が発生するとされています。もちろん、防カビ剤を使用していない国産の無農薬のレモンであれば何の問題もありません。2. プルーン。プルーンには鉄分が豊富に含まれることはよく知られていますが、コーヒーに含まれるタンニンには鉄分の吸収を阻害する作用がありますので、せっかくプルーンに含まれる鉄分が体内に吸収されなくなってしまうのです。3. ひじき。ひじきもプルーンと同じく鉄分が豊富な食材です。こちらもコーヒーに含まれるタンニンが鉄分の吸収を阻止してしまうため、食べ合わせは良くありません。4. タバコ。タバコは食べ物ではありませんが、タバコとコーヒーの組み合わせは最悪とされています。喫煙中にコーヒーを飲む人は多くいますが、実は双方が口臭の原因を引き起こします。コーヒーを飲む際に舌に付着し、そこへタバコのヤニが加わることにより、タバコのヤニ臭さと舌に付着したコーヒーの匂いが混ざって口臭がきつくなります。いかがでしたでしょうか。他にもカフェインの過剰摂取は、腹痛や胃痛などの症状を引き起こす場合があります。1日にコーヒーを5杯以上飲んでいる人は、カフェイン中毒になっている可能性があります。カフェインの1日の摂取目安量は 400mg。コーヒーはとても美味しいですが、多くても1日4杯程度までにしておきましょう。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。